はい、皆さんどうもこんにちは。今はお昼の1時半です。今回はいつもの朝からスタートじゃなくて、この練習が終わって車に戻ってきた今から始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくここで作業ができるぐらいまでになってきました。こんな感じで、まあ、まだまだ片付いてないけどいい感じ。例えば問題ないものです。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい、渡せ。うん、そうやな。まあけど多分できると思うよ、普通に行きゃ。はい、帰ってきました。入ってる仲間同士も友達になれるような環境作りしなあかんな。よっしゃ、もう寝よう。今日寝坊したから明日も絶対早く起きるから、おやすみなさい。寝ます。起きよう。えいえい、はい、おはようございます。今めちゃめちゃ晴れてるけど、さっきまでめっちゃ雨降ってた。今日はね、21度で結構あったかいです。練習行ってきます。じゃあ行こう。今日は筋トレするから、ちょっと早く行きます。しゃ、着いた。しゃ、行ってきます。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。帰ってきました。チャレンジしております。おやすみなさい。寝ます。はい、おはようございます。今日はガンバと試合です。ナイター19時からです。よし、行きましょう。はい、どうもお疲れ様でした。終わりました。帰ります。帰ってきたぜ。腹減りすぎてやばい。どうしよう。うまい。はい、おはようございます。いや、昨日の夜食べ過ぎてもう体重1キロちょっと増えてたから、夜食べ過ぎてあかん言ってんのに。練習行ってきます。洗車行くわ。洗車をお願いしました。じゃあ練習行ってきます。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。今から車取りに行って子供のサッカー見に行きます。車めちゃめちゃ綺麗になりました。最高です。今から、俺がめちゃめちゃ楽しみにしてた瞑想に行ってきます。塩が500キロぐらい入ってて、ポンチャポンって浮いて瞑想するみたい。だいたい60分ぐらい入るのかな。 OK、 やってみます。じゃあ行ってきます。やばいぞ、すげえ。いや、瞑想初めてやったけど結構良かった。これなんか起きてんのか寝てんのかどっちかよく分からへんみたいな感覚で、目と鼻と口以外全部口の中入ってんだけど、その感覚自体も初めてやし、なんか
すごかった。また来たい。いやー、瞑想すごいな。おもろいわ。なんか海外ではアスリートとかがよく利用してるらしい。なんかアスリートとかがリカバリーに使ったり、なんか経営者の人たちがこう1時間何もせえへん時間を取りに来るみたいな、そういう使い方をしてるらしい。ほぼ桜も売れないね。あ、サクランボあんの。しゃ、はい、おはようございます。昨日ちょっと撮るの忘れてて、ちょっと時間が空いちゃいました。今日はもう清水線の前日です。いやでもめちゃめちゃ天気のやばいな、すごっ。よし、今日もやっていきましょう。行ってきます。しゃあ、行こうか。行こう。あれ、人間不思議になりますよ、そりゃ。その後、それが4月くらいのこと。5、6。ほう。よし。しゃあ、練習行ってきます。はい、お疲れ様でした。練習が終わりました。明日清水と試合なんで、今からバス乗って移動ですっていうところで、今週はこの辺で終わりたいと思います。また来週見てください。来週は試合の当日の朝からのスタートとなると思います。また見てください。ありがとうございました。さよなら。先々週の YouTube かな。で、俺がもしオンラインサロンを始めたらどうですか、意見を聞かせてくださいっていう風に聞いたんですけど、結構多くの人が、サロン入りたいですって言ってくれたり、仲間になりたいですっていう声を結構いただきました。まあ、なんで俺ほんまにちょっと形にしていきたいなっていう風に今強く思ってます。自分自身いろんなオンラインサロンっていうものに入ってたり、まあ、前からサロン自体はすごく興味があったので、今はすごくやってみたいと、やりたいなっていう気持ちが、強いです。まあ、やるとなったらほんま爆速で作りたいなっていうふうにも思ってるんで、また形になりそうやったら報告します。なんで、チェックしといてください。